さあ舞台は大阪です。決勝トーナメント開幕戦、相手は誰なんでしょうか。決勝トーナメント開幕戦をここ大阪よりお伝えしてまいります。はい、いよいよ始まるこの戦い、 K の王者を目指しそれぞれの熱き思いがぶつかり合うこの開幕戦、果たしてどの選手が東京へ駒を進めるんでしょうか。さあどの選手が東京へ駒を進めるのか。総合の印象も強いですけど、はい、ハリッド・ディファウスですね。結構セレブなんですよね。ただいまより K-1 ワールドグランプリ決勝トーナメント開幕戦を行います。青コーナーよりアケボノ選手の入場です。さあアケボノがこの大阪の舞台に、日本に帰ってきました。誰がこの結果を予想したか。勝てば東京ドーム、大相撲の世界、そして K の世界も奪うのか。あけぼの今日もキレキレ、今日もいつものように贅肉たっぷりのお腹ですが、このお腹には爆発が詰まってます。続きまして、赤コーナーよりハリッド・デイファウスト選手の入場です。対するはハリッド・デイファウスト。横綱？俺はそんなの知らないよ。俺が信じるのは自分の拳だけだ。彼は入場前こう語っていました。さあハリッド・デイファウスト拳。さあそれではまもなく開幕戦、ゴングです。エルボーはダメだと。3分3ラウンド3ノックダウンシステムで行われます。なお延長戦での判定はマストシステムです。よし、対策はバッチリです。はい、ラウンドワン。どんなファイターかよくわかんないけどね。 K-1 ワールドグランプリ、ちょっと様子見るか。開幕戦開始のゴングが鳴り響きました。あ、パンチ系振り回すけだ。果たしてどの選手でしょうか。注目しましょう。いよいよ始まった振り回すけっつってもね、どうご覧になりますか。このパンチしかないから。始まりましたね。まあとにかく決勝トーナメントに出場するためにはここで勝たないと進めないわけですからね。いいですね。気合い入れて頑張ってほしいです。ロージャブ、ロー、うん、ここでハイキック、危ない危ない。ミドルキック、ここでミドルキック、よし、ボディフック、ここでジャブ、カウンターで入る。ジャブ、ジャブをね打ってますね。結構ねボディフック、そうこれでいいんだ。これでおっとボディフックだ。危ない危ない危ない。ボディフックから入る。あおっと、よしフック、ここでストレート。やっぱね打ち合うとね、こうねあれがあるので、接近戦になった、怖いので。ジャブ、危ない、ガードを固めてね。ここでストレート、ここで掴みにかかる。ロープを背にしているぞ。もう一回行こう、もう一回行こう。残り1分、さあロープ際踏ん張っている。ジャブ、さあ力ずくで引き寄せる。そう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 、ここでフック、危ない危ない。ストレート、ここでストレート、うん、アッパー、危ない、よし、ここでジャブ、この攻撃を受け流す。得意の連続技、いいね。ストレート、ボディフックだ。ここでジャブ、首相撲を狙うか。いいね、よし、このラウンドは取ったんじゃないか。さあ第2ラウンドです。終盤ねちょっとラッシュをかけてきましたけども、第2ラウンドもね前の、ラウンドのような感じでいきたいと思います。ずいぶん前の取り方がうまかったですよね。このラウンドはそのあたりに注目したいですね。オッケー、危ない、
三宅さん、青コーナーサイドです。はい、西岡さん、伝えてください。はい、明け物ですが、ダメージはなさそうです。セコンドも戦術的な指示に集中していました。それからポイントに関してはこちらに有利と見ていますね。有利。しかし油断せずさらに攻めて優位に試合を進めようという指示が出ていました。いいですね。ありがとうございます。かなりこう消極的な試合かもしれないですけども。ここでジャブ。ボディ。危ない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 。さあ接近戦になった。ボディフック。ここでストレート。カウンター。よし。あっとこれはチャンス。失神寸前です。必殺のスンバーフ。ここで得意のコンビネーション。おっとここで倒せないか。いやーよく技が出てるな。危ない。どうだ、まだ大丈夫か。ここは踏ん張りたい。しかしここは譲らない。しっかりと踏ん張っている。前蹴りを出す。いいね。おっとカウンターが入る。ストレートだ、ストレートだ。ここで分回し。おっとストレートを伸ばす。しかしここは譲らない。しっかりと踏ん張っている。ジャブだ。あっとジャブだ。ロープを背にしているがどうだ。お聞きください、この大歓声。会場が揺れています。いや見応えありますね。いやー一個入るとこうどんどん入ってきますね。もうちょっとプレッシャーをかけてもいいと思いますね。まあ簡単に言うけどな。ここで終了のゴング。最後の一撃良かったですね。さあファイナルラウンドです。さあ K-1 ワールドグランプリ開幕戦の最終ラウンドが今始まりました。頭にちょっとこうダメージがあるみたいですけど。おっとストレートを伸ばす。あっとおっとおっと。慎重ですね。三宅さん、赤コーナーサイドです。はい、竹下さんお願いします。はい、ハリッドディファーストですが、ほとんど攻撃を受けていないようで、全くと言っていいほどダメージは受けていません。セコンド陣余裕の表情を浮かべていました。それからポイント的に不利と見ていまして、不利、もっと手数を出せといった指示が出ています。積極的に前に出ていきたいというセコンド陣の見解です、うん、いやーちょっとちょ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 。さあ試合に目を戻しましょう。いいの入ってますよ。おっとストレートを伸ばす。いいね。ボディアッパーだ。ゲッ。ここで分回し。ローキック。危ない。あっと組み合うか。いいね。ここでストレート。さらにジャブ。うん、必殺のアッパー。ロープを背にしているが大丈夫か。ストレート。この、ね、腕にダメージが来るとパンチが遅くなったり、あとねガードがこうちょっと緩くなったりというのしちゃうので。ここでジャブ。フック。危ない。ここでジャブ。膝蹴り。うん、前蹴りを出す。よし。ここでフック。さらにフック。フックだ。あけぼの大人気だ。フックだ。いけ。得意の必殺技。これはすごい。ストレート。おっとジャブだ。よく耐えてますね。しかしこれをガード。どうでしょう。カウンター入った。反省。よし。終了しました。いや、いけたんじゃないか。判定の結果をお伝えいたします。なおこの判定は本戦内の判定ですので、規定により 0.5 ポイント差は優劣勝敗には関わりません。ご了承ください。はい、 OK です。それでは判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ大成敦、30-28。青。差がついた。おお。まずはあけぼのに1票入りました。ジャッジ水岡雅人、29-29.5。あれ、ドロー。おっと2人目はドロー。え、さあしかも負けてんじゃん俺。3人目注目です。平頼む。平直之、お願い。30-28.5。青。青。ああ、いや、あけぼのです。あけぼのなんと、この試合判定で東京ドーム行きが決定です。
いやー、これ取れんじゃない、これ。青コーナー。あけぼの選手の判定です。はい。この試合の結果すごいね。K-1 ワールドグランプリ決勝トーナメント進出が決定いたしました。いやー、あけぼのが、なんと、東京ドームに。本戦は今年のチャンピオンを狙う8人の選手たちが厳しくも素晴らしい戦いを繰り広げてくれることでしょう。谷川さん、いかがでしたか今回のあけぼのは。ここまで来れば結果が大事ですからね、はい、決勝トーナメントは誰がチャンピオンになってもおかしくないファイターが集まりますから、大変ですけどやってくれると思いますよ。今後の活躍期待したいと思います。